おっと、マヨネーズが落ちちまった。近藤組と土方組に隊を分けて片方が残ればいいでしょう。土方さんならきっと一人でも江戸を守ってくれます。なんで土方組土方さん一人、なんで居残り決定してんの。土方さん、その前に将軍の降下地点におかしなやつがでっけえ雪だるま作っててかなり邪魔なんですが。おかえり願い。雪だるまなら他で作れって言ってんだ。うるせえ、雪だるまじゃないね。おいお前、ここはスキー場だ。そういうことは他でやんな。おい聞いてんのか。ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロングフォーアル。ある。おい大丈夫かあんた。ああ大丈夫大丈夫。まお互い気をつけようぜ。局長止まってください。くそ、ちょっと待って。将軍何に乗ってんですか。局長大変です。今よろせの旦那が将軍に乗って。とにかく一刻も早く止めろ。切腹じゃ済まねえぞ。止め、ちょっと待って。どうされ局長。止まれよ。さあ見ろ下。おいつの間に。いつの間にじゃねえだろ。それ誰なのか分かってんのか。つうかお前のボードも誰だそれ。おいつの間に。おめえも同じだろうが。何当たり前のように人間ボード乗りこなしてんだこの兄弟。ボードの練習していたら間違ってしんちゃんの上に乗っちゃって、そしたら意外にボードより乗りこなせることに気づいたの。大変、メガネがないんじゃ対策のしようが。あ、しんちゃん。いやそれしんちゃんじゃねえし。大丈夫あるか。今助けに行くある。待ってて。嘘をつけ。明らかに助けてもらいに来たんだろうが、手も足も出ない状況だろうが。惑わされないで。お前のザレ事にか。おい何やってんだこいつら。なんで天使と悪魔のささやきみたいになってんだ。ことないよ。みんなはきっと私が助けてみせる。どうせみんな死ぬんだ。あ、何。諦めたらそこで試合終了ある。何が辛いって、最後まで希望を持って死んでいくことだよね。なんか交互にブラックなこと挟んでくる奴がいるんだけど。雪玉の裏でずっとスタンバってました。どちらにせよ、このままパン一で放っておけば将軍様の命はないわ。あのお姉さん、目の前でパン一で放っておかれてる奴がいいんだけど。どうかしら。体を温めるには裸で抱き合うのが一番って言うじゃない。裸の人を探索に向かわせましょう。そうか、じゃあトシが俺をボードにしてたのも局長として下の者の気持ちを知りと、あ、そういうことだったのか。そうだね、俺の場合はそうだね。じゃんけん。いってらっしゃい。ああ、そうだ、将軍様も体に冷え切ってるだろうし、体を温めるものが必要だと思うんだよね。あ、着物とか。え、何、何か言ってるぞ。いや、あの、何か忘れてます。忘れ物、何のことです。さあ。いや、あの、結構寒そうだし、あの。おいおい、しっかりしろよ。着物ならあんだろ。え、お前の腰に。ちゃんと温めて渡してくださいよ。じゃあ行ってきます。考えたら近藤さん何も着てねえぞ。あ、本当だ、うっかりしてたわ。おいみんな、おのおの着てるもんを一部近藤さんに貸してやってくれ。それじゃあ近藤さん気をつけてね。冬の山の厳しさを舐めてると命を落とすことになるぞ。これも着ていけ。こ、カツラ。ふっ。おお。おっと、ポケットからスコンブが落ちちまったぜ。へへ、どうしようかな。
おっと、マヨネーズが落ちちまった。どうしよっかな。あ、何つられてないのか、銀ちゃん。新パンチ恥ずかしいからやめてよ。一回地面に落ちた時点でこれは自然に帰った。この食料は俺のもんだ。違うね、私のね。だったら雪の中にこもって風雪をしのげばいいだろ。おやおや、聞こえましたか、神楽さん。彼ら雪をしのぐために雪の中に穴ごもるらしいですよ。雪の中に入って寒さなんてしのげるわけないね。フリーザー様の冷徹な攻撃に入ってもしのげやしねえんだよ。いよいよ田舎の猿どもが獣らしくなってきてあるな。いいから入れっつんだろ。何これ、やだこれ。なんかぬくいよ。が心までポカポカして安心する。しかも外的な暖かさだけじゃないよ。だったらさっさと出てけや。何ゴロゴロしてんだ。てめえが入れって言ったんだろうが、ゴロゴロしてやっただけでもありがたく思え。おお、てめえ何屁こいてんだ。ふざけんな、てめえら。わざとだろ。完全に悔しくて壊し、どっから出てきたんだ。え、いや、入り口は狭いから別から出てきた方がいいかなと思って。しんちゃん危ない、クマがそっちに。征夷大将軍徳川重信。